その日の出来事のお時間です。キャスターの歴史スキオです。タオヤアカです。この番組はその日にあった出来事をお送りします。今回は三重県四日市市、水沢町、かぶせ茶カフェより、四日市、茶農家、女子会、代表、池田しおりさん、かぶせ茶カフェ、清水かなさんをご紹介します。リポーターの伊能さんが、インタビューを行っております。それでは、早速ご覧ください。三重県有数のお茶の産地、水沢地域。三重県は静岡、鹿児島に次いで全国で3番目のお茶の産地です。皆さんこんにちは。私は今日、三重県四日市市水沢町のかぶせ茶カフェさんにお邪魔しています。今回こちらにお邪魔しましたのは、こちらで活動されている四日市茶農家女子会というものをご紹介していきたいからです。茶農家女子会の池田さんにお話を伺います。池田さんこんにちは。こんにちは。池田さん、まずフルネーム教えていただけますか。はい、池田しおりと言います。池田しおりさん、女子会の代表で今いらっしゃるんですよね。はい、2016年の4月から代表させていただいております。今日の撮影日からすると代表になってほやほやといったところでしょうか。そうですね、まだ慣れないこともたくさんありますが、先輩方に支えられて日々頑張っております。では早速ですが、こちらの茶農家女子会の成り立ちであるとか、今されている活動であるとか、そういったところを教えてください。はい、茶農家同士で、男性の集まりはたくさんあるんですけれども、女性同士の集まりがないなということで、県の職員の方からお声掛けいただきまして発足しました。現在はかぶせ茶の PR などをしております。かぶせ茶というのが今キーワードで出てきたんですが、そもそもかぶせ茶っていうのがあまり耳慣れない言葉なんですね。どういったお茶か教えていただけますか。はい、収穫の約2週間ほど前から黒い覆いを、茶畑にかぶせます。そうすることによって、渋みを抑え、甘みや旨みが強いお茶ができます。これを、かぶせ茶と言います。かなりお茶を作るのに手間がかかっているという印象なんですが、そういったお茶、かぶせ茶というのを作るのに池田さんも参加されたりするんですか。そうですね、4月の半ばから5月の終わり頃にかけてとても忙しくなりますので、私もお手伝いをしております。やはり茶農家、農家にあたりますので、家族総出でそういったお忙しい時期っていうのは覆いをかぶせたりといったような作業をされるんですかね。そうですね、とても短い、期間で全ての茶園に、覆いをかぶせないといけないので、ゴールデンウィークもあることから、家族や親戚を集めまして、みんなでかぶせます。女子会のメンバーの方ももちろん、その当然茶農家ですので茶農家の方々だと思うんですが、そのメンバーの方って皆さんこちらのご出身の方ばかりですか。メンバーの中には、この、四日市水沢町で生まれ育った、方もたくさんいらっしゃるんですけれども、全然違う土地からお嫁に来て、そこで、お茶をされているという方もいらっしゃいます。
よそから入られて農家でそういった活動される方っていうのも大変で、また寂しい思いなどもされていますよね。周りの方の知らない方ばかりでっていう状態かと思うんですが、そういった方たちとのつながりといったようなところはいかがなんでしょうか。そうですね、地域でたくさんお茶の、作られている方がいらっしゃいますので、突然来た方などは、やっぱり最初は戸惑われるかと思うんですけれども、お茶作りを通して、女性同士で集まって、苦労や楽しさを話し合って、交流を深めております。この茶農家女子会の中にも地元の方も外から入って見えた、いわゆるお嫁さんといったらあれですけれども、嫁いで来られた方とかもいらっしゃるかと思いますが、やっぱり同世代の方で和気あいあいといろんな汚い意見が出てっていうことですかね。そうですね、普段の子育ての苦労とか、相談だとか、もちろんお茶に関してお互い意見を交換し合いながらたくさん話をしております。で、現在ですね、こちらのかぶせ茶の PR 活動もいろいろされているって伺ってるんですが、例えばどんな活動をされていますか。そうですね、イベントに出展させていただいて、かぶせ茶の1000パックの配布や、かぶせ茶の、レシピ集を、作らさせていただいたんですけれども、そちらを使って PR 活動などをしております。今ちょっと教えていただいたレシピ集なんですが、ちょっと手元の方に今お借りしています。こういった形のものになります。このレシピ集、どんな方が考えたメニューが入っていますか。そうですね、地元の先輩の、女性の集まりや、男性の集まり、それから、私たち四日市茶農家女子会が、普段から使っているようなレシピを提案させていただいております。先ほどもこれちょっと見せていただいたんですけれども、おすすめのメニューがいくつかあるということで、少しご紹介をしていきたいと思います。今こちらちょっと開かせていただいた、こちら側なんですが、これですね、かぶせ茶、茶殻の佃煮ということで、お茶を飲んだらその茶殻、飲んだらを捨ててしまうというのではなくって、これを佃煮にしてそのまま全て食べてしまおうというメニューになります。佃煮なのでご飯にも合いそうで、すごく美味しそうだなと思います。レシピ集なので作り方が書いてあります。で、ご飯食べ終わったら甘いものも食べたいかと思いますので、こちらがですね、とろーりプルプル2つの食感かぶせ茶ムースということで、とグラスの中で2層に分かれてかぶせ茶のムースが盛り付けられている状態になります。お料理苦手な方でもですね、かなり細かくレシピの方も記載が載っていますので、ぜひ挑戦してみてはいかがかと思います。私もちょっと料理自信はないんですが、美味しそうなので作ってみたいなと思っています。はい、他にもまだまだいろいろな美味しそうなレシピが載っております。で、今後ですね、今回の活動、PR 活動などいろいろ進めていただいてて、他にもこれからやっていきたいと思われているようなことがあれば教えていただきたいんですが。はい、かぶせ茶なんですけれども、まだまだ全国的にも知名度が低くて、地元の方にも知っていただけてない状態かなと思いますので、同世代のママさん世代やそのお子さんたちにもっと知っていただけたらなということで、PR 活動を企画しております。先ほどご紹介いただいたレシピ集などを用いて、料理教室などできたらいいなと考えております。料理教室なんかあったら私もちょっと参加してですね、腕を磨けたらいいなと思います。そもそも四日市にこんなにですね、お茶の有名なお茶どころがあるっていうのを私も知らなくてですね、今回こちらで
かぶせ茶っていうのが三重県お茶では日本で一番かぶせ茶の生産が多いということなんですよね。そうですね、あの四日市市というとコンビナートなどがありますので、うん、工業の町というイメージがあるんですけれども、実はあの水沢町を中心にお茶の産地となっております。特にかぶせ茶に関しては、全国1位の生産量を誇っておりまして、 そちらの、中心地となっておりますね。おそらくそういったことをご存じない方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、こちら訪れていただくと家々の立ち並んでいる間にお茶畑があって、あのお茶だとどうしても静岡というイメージが違う、あの強いんですが、そことはまた違った雰囲気のお茶畑が広がっているなという印象がありました。そこで皆さん今、これから忙しくなってお茶の方を作られていくかと思います。とこれからも PR 活動頑張っていただいて、かぶせ茶広めていただいたらいいと思います。かぶせ茶カフェのおすすめメニューをご用意いただきました。こちらのセットをご紹介いただきますのは、かぶせ茶カフェのオーナー清水さんです。清水さん、こんにちは。こんにちは。とまずこちらのカフェ、どのような経緯でオープンされたお店ですか？はい、あの水沢町は茶畑はたくさんあるんですけども、飲んだりだとか楽しんだりとか買えたりっていう場所が少ないねっていうお話を聞いてまして、あとまたかぶせ茶を一人でも多くの方に知っていただこう、いただける機会になるかなと思って始めました。いつ頃オープンされたんですか？はい、ちょうど6年前になります。この辺来て私も道すがら見ていたんですけど、コンビニとかそういったお店自体もかなり少なそうにお見受けしたんですね。こちらオープンされてお客様たくさん来ていただいているようでしょうか？そうですね、口コミでだんだんありがたいことに増えてきています。では早速ですね、こちらのセットの紹介をお願いしたいと思います。こちらにメニューの方もありますので、こちらの方がメニューになります。とこちらのセットはどういったセットでしょうか？はい、こちらはお茶膳の中のおもてなしかぶせというかぶせ茶をのセットになります。おもてなしかぶせ茶というと、普通のかぶせ茶とおもてなし用と何かちょっと違いのあるお茶があるんですか？はい、お客様にもおもてなしでお出しできるぐらいのちょっと上級なかぶせ茶になっております。かぶせ茶自体が覆いをかぶせて作っていただくことによって、渋みの少ない甘いお茶になると伺ったんですが、その中でもさらに最上級ということなんですね。最上級ではないんですけどもあの飲みやすいポピュラーなかぶせ茶の中でも、あの普段よりも少しいい感じのお茶をこのゆっくりとした空間の中でいつもと違う入れ方などで楽しんでいただこうというセットになりますね。わかりました。じゃあまず美味しいお茶の入れ方についてそのまま伺っていきたいと思いますが、コツのようなものはありますか？はい、かぶせ茶は玉露のお味も煎茶のお味もできる一石二鳥のお茶になります。温度が低ければ低いほど玉露のようなまったりとした甘みが楽しめて、温度が高ければ高いほど煎茶のようなさっぱりした渋みをお楽しみいただけます。ではお湯の方をちょっと入れてまた楽しんでいきたいと思います。あとですね、こちらのセットでご用意いただいた、まず一番目を引くのがこちらの緑のケーキムースでしょうか？こちら紹介していただけますか？はい、こちらはかぶせ茶を使ったレアチーズケーキでして、四日市茶農家女子会の仲間の堤さんが万次郎というお菓子の工房をやってまして、そちらのお菓子になります。万次郎という工房もこの女子会に合わせて立ち上げられた工房なんですか？いえ、もう彼女はもう独自で先にやっておりまして、でその後女子会ができたのでメンバーとして入っています。なるほど、わかりました。ではもう一つちょっと気になるものがこちらなんですが、これは一体何でしょうか？はい、こちらは田舎あられをお茶漬けで楽しんでいただきます。
三重県はあられをお茶漬けにしていただくという風習が昔からありまして、このあられは私のおばが手作りで、たまりあられで作っています。それに塩昆布と粉末のかぶせ茶をかけていただいて、お湯を注いであられ茶漬けで最後締めとしてお召し上がりいただけます。あられ茶漬けというのは全国的にも珍しいものだと思うんですが、この辺りではポピュラーな、何でしょう、 お茶受けになるのか、もうメインのご飯の代わりといったようなものになるのか。どちらかというとお菓子感覚で、まあ、子どもの時からおばあちゃんが作ってくれるあられを食べたりだとか、はい、三重県多分全体の風習だと思うんですけども。でも実家というか、ご自分のお宅であられを作られる方とかも多いということですかね。そうですね、多いですね。でもお茶もあって、こういったあられなどもあって、こうセットになって、まさにこの地の商品という感じですよね。そうですね、懐かしいというご年配の方もいらっしゃれば、新しいおしゃれと言っていただく若い方もいらっしゃいますので、皆さんがそれぞれいろんな感覚で楽しんでいただけたらと思っています。じゃあ私もこれから美味しいスイーツと、こちらのあられの、お茶をかけたお茶漬けというのをいただいてみたいと思います。ではこちらが1煎目の玉露のような味わいのお茶、いただきます。ああ、鼻にすごくいい香りが抜けます。色も綺麗な黄緑色をしていて、ほんのり渋みもある気がしますが、でも全く嫌な雑味とかがなくて、澄んだ味がします。甘い。いや、これは本当にそのあたりの玉露には負けない味です。こんなにぬるめのお湯でお茶を入れたことがなかったんですけど、ぬるめのお湯で入れると美味しいお茶が出ます。ではこちら、あられ茶茶漬けいただきます。ふわふわになってます。あ、なんか初めて食べる食感の気がします。いただきます。あー、ちょっとシリアルを食べているようなイメージで、カリカリしている部分とふわっとしている部分、お茶が染みているところのふわふわ感が、なんて言うんでしょうね、食べやすくて美味しいです。これお子様に向けてでもいいですし、お年寄りの方でもいいと思います。で、抹茶もかけているので、ほろ苦い感じがまた美味しいです。じゃあこちらがですね、かぶせ茶のレアチーズケーキです。いただきます。チーズの味がまずしっかりしていますが、そこにほろ苦い抹茶の味が馴染んで、下の方少しですね、チーズケーキ作る工程でカリカリのクッキー生地のようなものがあるんですが、そこもほろ苦い味で大人向けの美味しいお菓子になっています。今こちら、厚めのお湯を入れて2煎目いただきます。
少し厚めで入れたので香りが立ちますね。いただきます。先ほどと全く味が違います。先ほどは甘みが強くて口の中に広がる、なんて言うんでしょう、まろやかさがあったんですが、今度はですね、非常にすっきりとした、そのまま喉をスーッと通るような味わいになってます。同じお茶の葉なのに入れ方一つで、また1煎目と2煎目でこんなに味が違う、バリエーションが楽しめるんですね。今回は四日市市水沢町のかぶせ茶カフェさんよりお届けしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。三重県四日市市水沢町かぶせ茶カフェより、四日市茶農家女子会の代表池田しおりさん、かぶせ茶カフェ清水かなさんのインタビューをお送りしました。その日の出来事では様々な情報をお送りします。ご意見ご希望などございましたらご連絡ください。今回はこれで失礼いたします。その日の出来事ご覧いただきありがとうございました。